暑いですね。東京も今日すごい暑かった。もうね、ちょっとマスクがね、できないですね。そう、チェキ会が、おうちチェキ会っていうものが、今日7時半からあります。はい、購入者の方もね、いらっしゃるんですけども。それを名前呼びながら、実際にこのショールーム配信しながら撮るっていうおうちチェキ会みたいなものがありまして。よろしくお願いします。全く知らんかった。あ、そうだ。あることを知らなかったの。さあ、おうちチェキ会行ってみましょう。あ、こんばんは。有吉反省会見た。ありがとうございます。先週の土曜日、有吉反省会出させていただきました。すごいみんな、結構私も友達とかから、たくさん見たよメッセージいただきます。ありがたい。ちょっと待ってくださいね。サイン欲しいです。今携帯で配信してんだけど、 iPad でショールーム開くとすぐ落ちるの、何なんだろう。何なんだろうね。iPad すぐ落ちるな。あの絵30万で売るんですか？あ、まだどうしようか分かんない。オークションかけるかかけないかまだ分かりませんが、何らかの形で多分保存はしてあるんで、いつか。うん。Wi-Fi かな？ Wi-Fi 環境で落ちちゃうのかな？ね。あ、そう、今日、写真集デジタル版がリリースされました。私の5、6年前に撮った写真集、サードの誘惑っていうのだったり、写真集がデジタルで見れる時代ですので、ぜひ皆さん2000円です。買ってください。よろしくお願いします。はい、じゃあ早速おうちチェキ会というものを行きたいと思います。もうお手の物かな。でもおうちチェキ会もあるかな。だいぶ自粛解除されて仕事も普通に行けるようにとかやるようになったので、現場で。だからね、意外とないかもしれない。おうちチェキ会もだいぶなくなってくるかもしれませんね。はい、というわけで、じゃあおうちチェキ会、早速行ってみます。まずは、アンさん、こんばんは。もう6月です。1年の半分が過ぎてびっくりです。さて、今回のリクエストは、びっくりした顔でお願いしますということで、こうやって撮ってきます。うん。あれ？あれ？壊れたか？これ見せたくないやつ私いつも隠しちゃう。隠しちゃった。アンさん2枚ありがとうございます。びっくりした顔。見せない派。アイドルの子だったらね、すごい見せる子もいたり、隠す子もいるみたいなんですけど、私は見せたくないな、隠しまーす。アンさん。ありがとうございます。アンさんです。アンサインと、お名前とメッセージとデコレーションをいつもやってまーす。こんな感じで、まずサインと名前を書いてから、デコレーションを最後にやって送付するっていう感じですね。はい、届いた時の楽しみです。さあさあ、続いていきましょう。鈴代さんからいただきました。いつも楽しくて綺麗なチェキありがとうございます。今回も楽しみです。ポーズのリクエストは、ウインクとタコの口。ウインクね、多いね。意外とウインク。隠します。さあ、次、タコの口。むず。むずずずずずず。
さん、ありがとうございます。鈴代さん、ウインクとタコの口いただきました。ポーズ指定とかもね、皆さん、していただけたらなと思います。じゃないと変なポーズとかしちゃったりするので、よろしくお願いします。鈴代さん。うん、ありがとうございます。タコの口見たかったなって。やだやだ。さあ、続いていきましょう。1枚です。ウィンクしてるチェキが欲しくなりました。最高に可愛らしい1枚お願いします。コッシーさんからいただきました。ま、ウィンク多いですね。ウィンク意外と最近自粛期間中にできるようになった。そう、ポーズしてないと変なポーズします。ポーズというか変な、うん。コッシーさん。ありがとうございます。ウィンクキッカーは。はい、コッシーさんありがとうございます。あ、ミキオさん、俺も欲しいだって。ぜひ、次回あったらお願いします。さあ、続きまして、ヤーヤンさん2枚。こんばんは、キッカちゃん。久しぶりのピンク役は楽しかったですか？あ、ドラマね、アフターファイブっていうドラマやってたんですけど。今回のチェキは、やさぐれピンクでお願いします。2枚目は、東京千秋楽を迎える予定だった、はるか3の白龍の巫女のように凛々しくお願いします。難しいですね。やさぐれピンク。じゃあこれ、お酒を飲む。戦隊ものの感じのやつなんですけど。むずいね。やさぐれピンク。やさぐれてなかったけど、いっか。白龍の巫女、凛々しく。むずっ。ちょっとね、みんなの期待に応えられるチェキが取れない。申し訳ない。さあ、ヤンヤンさんからいただきました。ありがとうございます。2枚。ありがとうございます。ヤンヤンさん、ありがとうございます。さあ。ポーズより小道具を使ってほしい派だなって。つぐみんハッピーさん、つぶつぶゆうさん。ゆうさんって言われるの初めてかも。初見の方です。ありがとうございます。ゆうさんってあんまり言われないんですよね。誰に言われるんだろう。みんな基本キッカとか、友達はキッカですね。男の子とか、男のなんか、共演者の方とか、ゆうちゃんとか、村井くんとか、それか、アフターファイブの共演者の村井くんとかはゆうちゃんって呼ぶかな。あとはキッカですね。たまーにそうですね。ゆうちゃんって言われるかもしれない。前にシリにトモさんって言われてた。あ、そうね。言われてました。お父さんもキッカ？なんて、呼ばれたことないかもしれない。両親に。あ、ゆうだ、ゆう。ゆう。ゆうって言われる。さすがに、キッカって言われないです。あだ名がキッカなんですけど。キッカはユウのあだ名の最初を取ってるキッカなんで。家族でね、キッカ、キッカって呼び合ってたら変ですもんね。さあ、続きまして、いきたいと思います。前安さん、つぶTを着て早くライブに行きたいです。あ、今日つぶつぶTシャツ。じゃーん、着てまーす。ぜひ、よろしくお願いします。つぶつぶTシャツ映るようにしよう。このつぶつぶティータスって言うんですよ。3500円で販売中です。オンラインショップ。はい。最近またオンラインショップ、つぶやいたので、新作が結構出てたりとかして、ぜひゲットしていただけたらなと思います。意外とね、おしゃれなんです。芸術的というか。なので、ぜひ皆さん、ゲットして来ていただけたらなと思います。何気におしゃれ。そうなの。意外とね、この、私が着てるのは今、いちごのつぶつぶ T シャツなんですけど、他にも、ラズベリーとか、あと、トウモロコロシとか、いろんなの出てます。キャビアとか。大きなサイズありますか？あ、ちょっと見てみてください。サイズまではわかんないんですけど、ありそうな、XL とかある気がします。はい。ぜひぜひ、着てみてください。さあ、続きまして、ロンゲさんから2枚。キッカ、こんばんは。最近はお仕事たくさん。
来るようになって応援してる側としても嬉しい限りです。もしライブができるようになったら、一番最初に歌いたい楽曲は何ですか？ちなみに、聞きたい楽曲は夏なら8月の花火、冬なら冬空花火です。今週末かな？やついフェスのオンラインのフェスで開催されるんですけど、そちらに出させていただきます。明日リハーサルがあるんですけど、久々になんかちょっとライブも全然やってなくて、歌も歌ってなかったので、ちょっと今歌詞を復習ずっとしてるんですけど、声が出るか問題がありますね。ぜひやついフェス見てください。バンドで出ます。よろしくお願いします。さあ、ロンゲさん、指定はないけど、つぶつぶ T シャツ、そう。歌聞きたいな。ぜひね、オンラインで見ていただけたらなと思います。よろしくお願いします。久々ですよ。緊張してきちゃう。なんか多分、オンラインのライブって無観客なんで、逆に緊張するんですよね。無観客だ方が。ちょっと歌えるかな。心配。ロンゲさん、ありがとうございます。さあ、続きましていきましょう。エリコさん、やついフェス楽しみにしてます。あ、嬉しい。見てください。よろしくお願いします。あ、フェス楽しみにという方、たくさんいる。嬉しいです。よろしくお願いします。すごい緊張する。明日のリハも緊張する。あ、ちょっとごめんなさい。チェンジ。キッカの生歌聞きたいって。 ぜひぜひ。エリコさん、ありがとうございます。17エリコ、えりこさん、ありがとうございます。さあ、続きまして、かっちゃん、2枚です。こんばんは。かっちゃんです。お願いします。チェキのリクエストですが、1枚目は口をタコにしたかわいい感じのお願いします。2枚目はキッカに任せます。あ、任せる気しちゃった。あ、すごくしゃびしたい。じゃあ、1枚目。タコ口ね。2枚も任せるってどうしよう。あ、かっちゃん見てる。はーい、だって。2枚目は任せるらしいよ。どうしようかな。任せるって言われたらもうこれしかない。かっちゃん。ありがとうございます。キャッチャンさん。かっちゃんさん、ありがとうございます。かっちゃん。かっちゃん、ありがとうございます。楽しみにしててください。さあ、続きまして、803、リクエストポーズ、森崎さんの満面の笑顔のモノマネ。そして2枚目、証明写真のような真顔でということです。さあ、モリティの、満面。よくモリティってこうやるイメージ。同じ事務所のメンバーなんですけど、アップアップガールズの。こうやるイメージ。だからこういうやつでいこう。 さあ、続きまして、証明写真のような真顔でというリクエスト来てます。そんなんでいいんだ。楽楽。すごい。真顔なんてすごい楽ちんです。はちまる。さあ、ありがとうございます。803。さあ、803、ありがとうございます。さあ、
続きましていきましょう。小牧さん、ひろあきさん、みちこカレーということで、2枚いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。カレー食べたいな。カレーって腐るよね、でも今の時期食べると。腐ったもん。私。あのね、すぐで冷蔵庫に入れないとダメって最近覚えた。めっちゃ暑いね、この時期。すぐ腐るよね、カビ生えてこない？びっくりです。こまき。ひろあき。さん。食べると腐る。いや、置いとくと、普通に夜一日、半日置いとくと腐るよね。夏とかもう絶対置けないじゃん、作り置きして。冷蔵庫にすぐ入れないと。あ、室温で腐るんだね。そう。あ、今晩カレーだって。いいですね。はい、小牧さんありがとうございます。みちこカレー。さあ、続きまして、しゅうさん。粒数の第一人者おめでとうございます。ありがとうございます。つぶ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 ってやろう。つぶつぶ。よく分かってないポーズ。あ、タイの方かな。こんばんは、キカちゃんだって。コップンカー。もうタイ語全然覚えてないですよ。シュウさん。ありがとうございます、シュウさん。ゆうさん、そしてゆうじさん、ありがとうございます。1枚、早く会いたいねって来てます。ありがとうございます。ラブですよ。ありがとうございます、ゆうじさん。ありがとうございます。9の12。早く会いたいねって、そうだね。でも結構今、なんか、開催してるアイドルとか、イベントもあるみたいですね。すごい少人数で。いつかやるんじゃないでしょうか。まだね、ちょっと、ぎゅうぎゅうでは無理かもしれませんが。大変な時代になりました。さあ、続きまして、かっちゃんさんから、タコの吸盤お疲れ様でした。ということで、ありがとうございます。タコの吸盤の粒、吸盤取ったやつとかも、YouTube とかにアップしてるので、ぜひ皆さん見ていただけたらなと思います。さあ、かっちゃんさん、ありがとうございます。9の13。かっちゃん。かっちゃん、ありがとうございます。さあ、続きまして、まったり選手さん。早くライブで会いたい。それまでみんなで踏ん張りましょう。ということで。そうね、頑張りましょう。ありがとうございます。あれもつ、あ、ごめんなさい。バッテン、なかった。今、誰、カットまでいったよね。まったり選手さん、もう一回撮ります。ありがとうございます。よいしょ。まったり戦士。9の14です。まったり戦士さん。ありがとうございます。まったり戦士さん、ありがとうございます。さあ、続きまして、まさるさん、2枚いただきました。こんな私の恋は目と目のポーズでお願いします。2枚なので、親指上向きと下向きで。あ、私の好きなナンバーです。こっち。1枚目。こういう振りがあるんですけど。あ、そう。さっきのロン毛さんの、もしライブができるようになったら一番最初に歌いたい楽曲何ですかって。あ、こんな私でよかったらっていう曲歌いたいです。ごめんなさい。さっき全然質問来てたのに全然読めなかった。今こうやってやったから次こうです。なんかもう TT みたいな感じですよね。すごい。
先取りしてた。ありがとうございます、マサルさん。9の15です。あ、番号ね。投資番号。マサル。さあ、ありがとうございます。リクエスト聞いてもらえた。泣きそう。あ、いつも 聞かなかったから。ごめんなさい。さあ、続きまして、クロちゃん、2枚いただきました。キッカーさん、初めて参加します。今や暇つぶしタレントとして有名になられましたが、最近の吸盤とかデルモンテとか、途中でめげないコツは何ですか？参考のために。でも、歌を歌ってるキッカーさんが一番ですね、ということです。ありがとうございます。2枚いただきました。ありがとうございます。つぶつぶ T シャツ、そう。え、なんだろう、めげないコツ。いや、でもこれ多分好き嫌いですよ。多分。有吉反省会の時にパイパイさんが助っ人で出てきてくれたんですけど、やってもらったんですけど、種取るの手伝ってもらったんですけど、私の多分推理上なんですけど、A 型とか好きだと思う。勝手なあれね。あと、部屋が汚い人は、続かない。勝手なイメージね。うん、多分ね、部屋が汚いとか、ちょっと雑な人とかはね、続かないイメージ。うん。あとは、なんだろう、忍耐力かな。めげないコツ。難しいな。でも、たまに、リラックスする音楽みたいなのあるじゃないですか。YouTube とかで転がってるじゃないですか。ああいうの流しながら、なんかヒーリングのなんか、曲とか流しながら やってる。やみそうになったら。はい、そんな感じです。さあ、クロちゃん、ありがとうございます。2枚いただきました。ありがとうございます。さあ、続きまして、サッチさんから、やっとライブハウス解禁。早くライブで会いたいです。ありがとうございます。よろしくお願いします。A 型はハマったらがっつりやるタイプです。そうね、なんか、あるよね、なんかそういうの。私も、集中力あんまり、興味ないことに関しては集中力が全くないんですけど、釣りとかランニングとか、なんかじっとしてな、あ、釣りとか、それこそ粒取りか、はすごいハマります。サチさん、ありがとうございます。さあ、続きまして、チーヨジ。しかし、ダリーって来てます。頑張れ、頑張れ。暑いからね、頑張りましょう。さあ、ちいおじ、9の18です。ちいおじ。ありがとうございます。ちいおじからいただきました。ありがとうございます。釣れないとすぐ飽きるイメージってきてる。意外とでも、飽きっぽいけど、でもいける。さあ、続きまして、2枚、七瀬さんからいただきました。有吉反省会見ました。ショールーム配信、いつも楽しみにしてます。ありがとうございます、七瀬さん。ありがとう。ありがたいです。女性の方かな、七瀬さんって。じゃあ、7の7。裏ピースになっちゃった。9の19。9の19、七瀬さん、ありがとうございます。2枚いただきました。はい、ありがとうございます。あ、釣りね、釣り行きたいですね、そろそろ。あったかくなってきたし。てか、まあまあ、あれか、雨が降ってるから。意外とダメかな。落ち着いたら釣りも再開できますね。確かに。早く行きたいです。さあ、続きまして、ミーコ公式お兄ちゃんさんから、5枚いただきました。届いた時期が想像以上に表情豊かで、今回も楽しみにしてます。ポーズしてあります。ポーズ1、舌が出すぎてるテヘペロ。やだな、これも。舌が出すぎてるテヘペロの問題作。
はい、1枚目。ポーズに寄り目しすぎて目が1回転してるところ。やだ！絶対やだ。絶対、まあ、届くの楽しみにしててください。あ、なかった。もう一回。さあ、続いて、ポーズ3、ほっぺたをビローンってなるまで引っ張ってるところ。これは見せれる。痛い。さあ、そして、残りはお任せでお願いします。だって。3、4、ラスト。はい、ミーコ公式お兄ちゃんさんからいただきました。5枚届くの楽しみにしててください。はい、よろしくお願いします。じゃあ、続きましていきたいと思います。元気さん2枚。梅雨に入ってしまいました。というわけで、雨女ポーズと晴れ女ポーズでお願いします。むずっ。雨女ポーズ？ TT って感じ。今、雨女って。よくわかんないけど。雨女ポーズと晴れ女ポーズ。また不思議なお題ですね。さあ、ありがとうございます。さあ、9の21です。元気さんはね、番号が。お題がね、難しいですよ。さあ、ありがとうございます、元気さん。さあ、続きまして、前田健さんから。前田健さんから。2枚いただきました。ありがとうございます。1枚。ありがとうございます。もう1枚。ありがとうございます。前田健さんから。ありがとうございます。9の22。マイケンさんですか？マイケンさんですよ。マエダ。さあ、マイケンさん、ありがとうございます。さあ、続きまして、1枚、奈良ペンギンさん。またライブとかイベントを大阪でやってください。ああ、行きたい。たこ焼き食べたい、大阪。さあ、奈良ペンギンさん、1番。大阪も行きたいですね。ちょっと、でも、いや、なんていう質問だ。びっくりびっくり。全然鼻なんか伸びないですよ。さあ、続きまして、すみっこのブルーさん、ノーつぶつぶノーライフということで。ありがとうございます。チュブチュブ。あ、止まった？大丈夫ですか？すみっこのブルーさん、今撮りました。ありがとうございます。なんか止まってますか？大丈夫かな？9の24、すみっこのブルー。すみっこのブルー。さあ、すみっこのブルーさん、ありがとうございます。あ、ドリアンさん、さっきのね、鼻、どのぐらい伸びますかっていう質問が来たんですけど、柔らかい鼻好きなので聞いてみました。だって。意外と硬いかも。あ、入れてないですよ。硬いって言って、ここ座ってたから。入れてないんですけど、こんな鼻って柔らかいとこあるのかな？ね。あ、たこ焼き食べたいっていう話から急に飛んでました。申し訳ない。大丈夫かな？じゃあ、奈良ペンギンさんのとこかな？奈良ペンギンさん、ちゃんと書きましたよ。ありがとうございます。さあ、もう電波が最近ダメだな。さあ、続きまして、熊のぬいぐるみさん、乾杯ポーズの時期お願いします。早く夕暮れと乾杯してワイワイしたいなということなんですけど、乾杯ポーズ。全然乾杯っぽくないけど、これでいっちゃおう。乾杯。うん。うわ、チェキない。
変えます。熊のぬいぐるみさん、乾杯ポーズもう一回いきます。ありがとうございます。熊のぬいぐるみさんからいただきます。いただきました。9025熊のぬいぐるみ、ぬいぐるみ、さあ、くまさん、ありがとうございます。さあ、続きまして、つぼちゃん。ビデオ通話特典会でチェキ未購入がバレてしまったため購入しました。可愛く撮ってください。あ、そうね。可愛くてポーズが難しいけど。さあ、最近ビデオ通話、1対1のマンツーマンの、ビデオ通話みたいなアプリでやってるんですけども、その時にね、昨日やったのかな?の時に明日のじゃあまたチェキ会でーって言ったら買ってない僕っていうことが発覚したので。さあ、つぼちゃんありがとうございます。さあ、続きまして栃木っ子さんから2枚。今年もやっとうちのキッカーサガオが芽を出してきました。もうすぐ夏ですね。そろそろハッピラピサンライズ聞きたいなーということです。さあ、ありがとうございます。キッカーサガオというのはですね、以前私がハッピラップサンライズっていう2枚目のシングル、朝を元気にするアイドルっていうなんか名目でやってたんですけど、ハッピラピ体操とか体操、朝の体操とか作ったりとか、あと、朝ドルとして、朝を元気にするアイドル、朝ドルとしてなんかいろいろ動いてたんですよ。その当初、夜の番組出てたんですけどね、ひな壇で。そう。で、その時に、私が朝顔の種を皆さんにプレゼントしたんで、私が育てた朝顔を、種を皆さんに、プレゼントしたんですけど、そしたらファンの方がそれをまた育ててくれたりとかしてて。そうなんです。ありがたいです。ねえ。行きたいね。行きたいね。またやりたいですね。次はなんか発芽する種とかもう分かってきたので、果物の種。どれ?ほっといたら発芽するとか、なんかプレゼントしたいかも。で、栃木っ子さんね、2枚ありがとうございます。ハッピラピー、ありがたや、ありがたやです。さあ、栃木っ子さん9-27です。ありがとうございます。栃木。私、久々に、たまたまなんか栃木とか、地名を書く自粛期間中に書いてたんですよ。ちょっとなんか郵便物を送るために。そしたら栃木の、あれ、栃木、書けなかった。意外と難しいよね、やっぱり。全く書けなかった。栃木の土地、木片に、やつ難しくて書けなかった。簡単そうなんだけど書けなかった。嫌だったなあ。そう、栃木ね。そう、奇変にこのなんかこんなやつね、変なやつ。さあ、続きましてラストです。はややさんかな。またライブで会いましょう。ありがとうございます。さあ、9-28、ありがとうございます。は、H-A、や、や、H さん。さあ、ありがとうございます。さあ、以上で書き終わったんじゃない?全部。早っ。優秀すぎる、この時間帯。ちょうど時間もいい感じの時間帯ですね。さあ、みんなの
書き終えました。懐かしい、こういうデュエルマンスターズとかあったじゃないですか。あ、私の世代はデュエルマンスターズだったんですよ。デュエルマンスターズ、デュエマ。みんなの世代なんだろうね。うちはデュエマでした。さあ、これも、一個一個、デコレーションして、すぐ、ポストに、投函したいと思います。楽しみにしていただけたら嬉しいです。大丈夫かな？大丈夫かな？かけてるかな？うん、いけてるいけてる。あら、もう割とは、キッカ行かないでって。大丈夫大丈夫。この後10時からショールーム配信しますので、定期の月曜日10時からショールーム配信ありますので、ぜひ皆さん見ていただけたらなと思います。よろしくお願いします。今からデコるの？あ、ショールーム始まる前までには、ちょっと時間が空くから、あと2時間あるか。ちょっとデコレーションしとこうかな。その前にご飯食べないと。お腹すいた。でも今日は走ったんで、軽めのもの食べたいんですよね。野菜は買ったけど、何食べよう。そうめんとか食べたい。なんか夏っぽいもの食べたい。夏バテとかしてみたいわ。もう食欲ないぐらいの夏バテ。すっごい。あ、その間にラジオもあるよ。そうそうそう。あ、ロングさんありがとうございます。私ラジオの方あります。ラジオも聞いてください。9時45分。ん？ 9 時45分ぐらいから、21時45分から48分ぐらいの間ですね。はい。時計 FM で、ラジオ。よろしくお願いします。時計 FM のラジオに、一応レギュラーという形で、アシスタントレギュラーで出させていただいておりますので、ぜひ皆さん聞いていただけたら嬉しいです。9時45分から48分ぐらいの間で、3分間ぐらいのピャッと出ますので、はい、ぜひ聞いていただけたらなと思います。ラジオ聞いてね。よろしくお願いします。はい。そんな感じでございます。今日何キロ走ったの？だって。今日10キロです。いつも10キロです、走るときは。人が多いね、でもね。多い。街に人がいっぱい。まあ、本来の姿なんだろうけど。公園にこんなに人がいるっていうぐらい、多分みんな走るじゃないですか。ずっと家にいるのもあれなんで。だからね、いつも以上に、平日のこの時間なのにこんなに人いるんだ、この公園っていうぐらいの勢いでみんな走ってました。ねえ、人増えたね。まだね、マスクが手放せないけど、皆さん、頑張りましょう、収縮まで。焼けちゃうよ。最近はちゃんといろいろ塗りながら走ってるから、顔だけ日焼け止め塗って走ってるから大丈夫なんですけど。今度からノースリーブとかで走ろうかなって、暑すぎて。だからすごい焼けちゃうかもしれません。ごめんなさい。熱中症に注意。さあ、皆さん本当に熱中症今、マスクとかね、やってると特に熱中症がひどくなるみたいなので、水分補給こまめに取りながら、気をつけて活動してください。ね、私もポカリスエットにしようかな、もう冷蔵庫に入れるもの。じゃないと、本当に、すごい倒れちゃいそうになるぐらい暑いですから、今、梅雨の時期入りましたけども、沖縄がもう梅雨解除されたのかな？早いですね、梅雨って。そんななんか、まあ、いつから梅雨に入ってたか分かんないですけど、早く東京も梅雨明けしないかな？ 7 月とかですかね、梅雨明け。もうさ、雨嫌いだわ。やだ、雨。すごい苦手なんですけど。はい。というわけで、そんな感じで、スペシャルゲスト、みきおさん、そしてヤーヤンさん、サメさん、コッシーさん。あ、いや、サメさんからは、あれ、光るライト、なんだっけ。くるくるライトみたいな。クラブとかで、なんだっけ、ほら。なんの、ちょっとみんな教えて。なんだっけ、こうやって、くるくるくるって、クラブとかでよく回ってるやつ。光るやつ。銀色の。あ、ミラーボールね。ミラーボールスペシャルゲストいただきました。ありがとうございます。そして、コッシーさん。
そして、サメさん、カッチャンさん、そして、ニルジーさん、ターボーさん、クマのぬいぐるみさんからいただきました。スペシャルゲストありがとうございます。さあ、それではじゃあ、この後、21時から東京 FM の方、聞いて、ラジオの方聞いていただけたらな、聞ける地域の方聞いていただけたらなと思います。そして22時からはショールーム配信がありますので、ぜひよろしくお願いします。1時間、1時間じゃない、ショールーム、今回のショールームは多分自宅で配信するのラストなので、この自粛期間中でショールームをお家で自分でやるようになってから、たこ焼きのキットみたいなのを作り始めたんですよ。で、ほぼ2ヶ月ぐらいずっと作ってるんですけど、多分今日完成できると思いますので、ぜひ、今日たこ焼きキットが完成する模様をこの後10時から見ていただけたらなと思います。はい、というわけでまた皆さんお会いしましょう。今日見てくださってありがとうございます。この後よろしくお願いします。ハリー、これどうやってやるんだっけ。はい、では10時からよろしくお願いします。バイバーイ。チャオー。